武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山形大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、理学部と医学部は問題が共通で大問が3題、ただ理学部は時間90分に対して医学部は2科目で120分という形となっています。で、工学部が時間120分で大問が4題出題される形となっています。で、問題の難易度、としては理学部、医学部の方は割と基礎標準的な問題が多いので、まあ、マーチレベル完璧であれば、まあ、十分対応できるかな。ただ本当に一問落としたくないってことであれば早慶までやっといてもいいかな程度の難易度となっています。工学部は若干問題数も多く、難易度が高めなものも出てくるので、まあ、できれば早慶、まあですが、まあ、こちらもマーチでも対応できなくはないですが、解けない問題はある程度のものだと考えておいてください。そして、まあ、記述で全部書かなければいけないので、まあ、記述論述の練習はしっかりしておきましょう。まあ、そういう意味で、マーチレベルまで仕上げた後に、記述対策用として、まあ、国公立標準問題集、キャンパスなど、もしくは、まあ、この辺りの大学の過去問を記述で練習するという形をやっておいた方が、いいかとは思います。で、結構なんていうか問題文がかなり詰まって、設問が出てくるので、読む練習をしておかないと、読み慣れてない人は結構戸惑うかなという形ですね。要は問題に対して文章量が割と多めなので、そういう文章を読みながら、すぐに手を動かして解いていくっていう、割とその理解の瞬発力と手を動かす速さっていうあたりがかなり重要になってくると思いますので、まあ、特に医学部、医学科の場合、時間が、より、少ないので、まあ、その辺の対策をしっかりやるように心がけてください。以上が、物理の勉強となります。